こんにちは。僕たちは韓国人バンド BRG でーす。今日一緒に勉強したいと思った曲は藤風さんの Grace。 あたしに会えてよかった、やっと自由になった、涙も輝き始めた、わあ明日になればさよなら、儚い世界で何が選ぶとも、すべてあなたの grace 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 grace。 これから一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。簡単な説明です。名前は藤風。活動は2010年から始まりました。レーブルはユニバーサルシグマと、事務所は TG エージェンシーです。この曲は全ての人に才能があるというドコモフューチャープロジェクトのメッセージに共感した藤井さんが風フィルムのために書き下ろした新曲です。風フィルムドコモフューチャープロジェクトっていうのは、株式会社エンティティドコモが何かに挑戦したい意思を持っていても一歩を踏み出せずにいる学生が制限なく自らの可能性に挑戦できるように後押しをしたいという思いから立ち上げたプロジェクトでございます、うん、この曲について藤井さんが、この曲でグレイスというのは恵みで誓っています、うん、人生のすべてのことがグレイス、恵みだと信じて光り輝くことを諦めないでいただきたいですとおっしゃいました。それで皆さんは自分の才能を考えながらご覧ください。では行くわよ。진짜부터너무은혜로워신성하고뭔가기도를해야될거같고막일자체도딱인도그런킥소리도뭔가따뜻한느낌이그냥들더라고요진짜실제로저기를가서이걸다촬영을했다는거더라고되게위화감이없어요일본인이인도가는느낌이아니에요그냥저기사는사람같아그냥자유인뭐이런느낌이잖아진짜뒤에나일론기타가깔렸는데이게되게따뜻한느낌을주는소재도다소리를결정지어주는구나여기서도빵터졌어 아무런위화감이없어 저기살고있는사람이 되게 R&B 인데 R&B 를되게변주를많이하는것같아요그러니까이게들을때는되게단순하게들리는데막상이음악을파고들고보면은되게복잡하게모든게다짜여있는음악같은느낌그사비가높지가않은데악기가되게풍부해지면서사비를더화려하게만들어주는느낌보다보니어느새후렴이네요 진짜위화감이없는것같아요지나가면서뭔가분위기만딱남는느낌이라고해야되나편곡이되게단순하고멜로디도많고이런거보면가사를중요하게생각한곡이니까가사가돋보이도록만든것같아요정말이분은흥이엄청나실것같은데그지금도걸으면서 이게제가카피를해보려고했는데보통음악과튜닝이다르거든요이게안정감있게되게들리는효과를주고있는데튜닝을맞추는영국예전음악중오아시스 노래들이그런곡들이었죠저번에이제촬영이아니라여행하러가신것같은느낌배낭여행떠나가지고눌러앉은느낌여행객같진않아요 요번에저기사는사람현지인데현지인데 일상브이로그같은느낌이런음악을쓰려고완전저문화에빠져서저문화를표현하고싶었던것같아요안무도그렇고동양문화의동작으로안무를짰더라고요다들따라하기쉽게만드는마트리도그랬잖아요뭔가같이하려는막이런그런느낌을강한것같아요가사를입을쓰는사람들보면그성격이느껴진다고이분이약간그런스타일이지만자기를표현한다기보다는뭔가전체를딱아우르겠다라는느낌의가사가많아요진짜일반인들도따라하기쉽게딱만든게인도영화보면결국엔춤추는단체분모로포인트있잖아요
내렸다 다시 오죠. 아, 인도 영화의 한 편 같은 느낌. 그러니까. 마지막에 딱 크레딧에도 되게 인도 사람 같은 글씨체도 그렇고 그치? 색깔도 그렇고. どうでしたか。なんか新鮮な祭りを見る感じがしてて、安定的で結構いろいろ気にしてるところが見えてて、すごい不思議な気持ちでした。なんかメロディがまあメタツな、なんかメロディで思い出が残るとかあるんだけど、これはなんかそんなことではなくて、ただ一曲ってなんか雰囲気だけがこう心に残るみたい。ちょっとそんな曲じゃないかなってなんか思いました。 さっき藤井さんのインタビューで光り輝くことを諦めないでほしいっていう、最後の現場のみんなで一緒に踊る時に、藤井さんのおかげでみんなが輝いてる感じがしてて、この曲もこの心に光になってくれたし、僕たちの音楽で光として僕たちの曲を聴いてる皆さんの心に残ったらいいなと思いました。 メジャーデビューする前の動画から見たら、本当に今までやりたい放題で全部やってる人で、なんかやりたいこと全部やりきってる天才という気がするんですね。韓国にはそういう似てるアーティストがいて、イチャンヨクっていう、そういうアーティストを思い出しました。本当にこの文化とかまで全部理解できれば、こんなに音楽がひとつになるんだ。文化と もう歌詞、音楽、もう振り付け、この姿も全部一つになるのが本当に素晴らしいと思う曲でした。今日もたくさんの勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々、登録といいねとアラームセットよろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。クリース、クリース、クリース。